おい霊夢、K2 戦車のポンコツぶりを知っているか？いいえ知らないわ。でも韓国の作ったものだし、どうせお察しでしょう。確かにどうしようもない性能なんだが、そのアレさは私たちの予想をはるかに上回っているぜ。どれくらいアレかっていうと、2013年春に、まっすぐ走ることすら怪しいありさまで、ペルーの次期新型戦車コンペティションに殴り込みをかけ、T90S やレオパルト 2A6 と競合したレベルだ。いきなりそんな大量の情報を、ぶち込まれても私、困るわよ。というわけで、今日はこの K2 戦車について解説していくぞ。K2 戦車は、爆発し方針がバナナの皮みたいになった、K1 戦車の後継だ。これ何度見ても笑えるわよね。別名黒豹、イギリスのチャレンジャー2や、イスラエルのメルカバ向け4と並ぶ 3.5 世代戦車で、フランスのルクレールやドイツのレオパルト2を、凌駕する性能を持つと韓国は主張していた。へぇ？そうなんだ。まあ現用戦車に必要な要素は、全部詰め込まれているし、何より韓国は最高発として先駆者たちが、残した結果だけを吸い取れるという強みがあった。なんというか本当に、韓国、って感じね。自分は努力も苦労もせず、人が作ったものを平気で盗むあたりが特に。ただこの K2 戦車は 99% 純国産と銘打ってはいるが、お察しの通り他の国の技術が入りまくってる。や、ぱ、り。アクティブ防御システムはロシア製、自動装填装置はルクレールと同じフランス製を使用。エンジンはライセンス生産と非常に苦しいラインだがドイツ製だ。他の国の力借りまくりじゃないの。本当は 99% 他国産じゃないの。まあ言ったもん勝ちの世界ではあるんだが、韓国が 100% 自前で作ろうとすると、失敗よりひどいことになるのは、当然だからこれが限界だろう。できない奴にできることを期待しても無理だもんね。いろいろと突っ込みどころは多い戦車だが、他国の技術を節操なく盛り込んだおかげで、K2 はそこそこ高性能には仕上がっている。その他に、イギリス由来ではあるんだが、日本の74式丸パクリな油圧サスペンションを装備しているんで、車体の姿勢変更もできる。それができると何が可能になるの？これと主砲と高俯角をうまくマッチさせることで、敵の攻撃ヘリコプターとも真正面から戦えるんだ。へえ、対空戦闘もできるの。あと K2 には C4I が搭載されている。C4I？ GPS と管制後方装置を合わせた位置情報システムだ。要するに韓国版データリンクシステムを搭載した敵味方識別装置と考えればいい。頻繁に仲間撃ちしちゃう韓国の必需品ね。攻撃対象の割り振りや、敵の位置情報を味方と共有できるようになるから。確かにあの国にとっては必要な機能だろう。さて、次はKS戦車の機動面について解説していくぞ。32km/h まで静止状態から加速するには7秒必要。不整地においては最高速度 48km/h だが、静地になると 70km/h まで一気に上がる。しかしリアヘビーという弱点を抱えていて、回避運動の時に脆弱な側面を丸出しにしてしまう。続いて防御面。さっきも言った通りロシアの技術が入った IRA。爆発反応装甲と、アクティブ防御システムを搭載している。この爆発反応装甲は、別名リアクティブアーマーとも言うんだが、爆薬が詰め込まれた状態で、戦車の装甲表面に取り付けられるこの金属の箱は、砲弾が当たると爆発して、その威力を減らす役割を持つ。つまり自爆によって攻撃を防ぐシステムなんだが、爆風や飛び散った破片は、周囲を歩く味方の命まで奪ってしまうため、西側諸国ではあまり使われていない。確かにあまり見た時はないわね。それに ERA は、現在の戦車の主力武器である、APFSDS には意味がない装甲なんだぜ。お次はアクティブ防御システムについてだ。アクティブ防御システム？わかりやすく言うと RPG-7 や対戦車ミサイルを自動で迎撃するシステムだ。いろいろあって、K2 には搭載されなかったけど。え、なんで？簡単に言ったら、お金がないから。ああ、なるほど。それと、K2 は装甲に、国産のセラミック系複合装甲を採用している。ただこのセラミック系複合装甲なんだが、通常このタイプには、アルミナ系やチタン系が使われるが、
どういうわけか炭化ケイ素系セラミックを採用している。炭化ケイ素系セラミックだとどうなるの？砲弾が当たった衝撃で、観覧にコッパみじんになる。そんな走行、意味あるの？しかも K2 は何を思ったのか。正面が薄くて後方に進むにつれて、熱くなるという意味不明な走行をしている。つまりご自慢の複合走行で守られる部位は狭くて小さい上。正面から攻撃されると、やすやすと撃破される爆弾まで抱えているんだ。いろいろな意味で誰も乗りたくないわよ、こんな戦車。主砲は K1A1 と同じ 120mm 滑空砲。ラインメタル製の砲をライセンス生産したものだぜ。なんだ、新型なのに旧型と同じ戦車砲なのね。いや、K1A1 が44口径だった一方、K2 は同じミリ数でも55口径の砲を搭載している。ただこれが問題を引き起こすことになる。問題、何が起きたの？ただ口径を大きくすればいいって話でもないんだ。攻撃力こそ上がったが重量が増したせいで。扱いにくくなったのね。そうだ。朝鮮半島の地形はおよそ7割が、入り組んだ山地になっている。そんな状況で、重さが増した砲を搭載すると不便で仕方ないんだ。でも、単純な攻撃力だけ見たら結構いい感じじゃない？ APF-SDS が発射の衝撃に耐えられず、ぽっきりした話を聞いても同じことが言えるかな。は。どういうこと？発射の衝撃に耐えられなくて折れるというのは、初めて聞いたし、正直耳を疑ったよ。着弾時に折れてしまうことはないわけではないけど、撃つのもダメというのは初めてだった。砲弾を撃てないって、もう戦車という存在そのものすら怪しいじゃない。他にも K1 時代は人力だった砲弾装填システムが自動化されたりもしたんだが、これは砲塔後部に弾薬庫を設置することを意味していた。そんなの後ろから狙われたら危ないじゃないの。まさにその通りだ。装填手の腰をいたわろうとして、戦車そのものの生産性を下げてしまう本末転倒ぶりだ。しかもこの自動装填装置、あたかも純国産であるかのように発表されてるけど、正体はフランス製の劣化コピーだそうだ。まあ、あの国では日常茶飯事ね。韓国では他国の兵器を無断でバラした挙句、違法コピーするのが日常茶飯事化していること。今回も、つまりそういうことなのだろうな。エンジンについてはどうなっているのかしら、さっきドイツ製と言っていたけども。試作段階では信頼性の高い、ドイツ製のユーロパワーパックを装備。量産車では純国産のパワーパックを搭載する、はず、だったんだ。はず、だった。韓国が無理して純国産にチャレンジするとどうなるか、いつものあれがここでも発生した。なんとなくは、想像できるわね。パワーパックのクラッチや変速機が粉砕、シャフトが曲がる、変速機から油が吹き出す。全然ダメダメじゃないの、とんでもないことじゃない？当然開発は遅れに遅れた。韓国はひとまずの妥協案として、初期量産型100両にだけ、ドイツ製のユーロパワーパックをそのまま搭載した。パワーパックのクラッチや変速機が粉砕、シャフトが曲がる、変速機から油が吹き出す。そして韓国は、ドイツにお得意の、お前らの技術を参考にして作ったんだから、パワーパックで続出した問題に我々の責任はない。と言って、謝罪と賠償を求めたんだ。出たわよ、謝罪と賠償。クレーマーですらこんなことは言わないと思う。感情論にすらなっていないからな。っていうか、ここまで来たならドイツのパワーパックを、素直に全車両分買っちゃいなさいよ。それが、ちんけなプライドに固執した韓国は、これじゃあ当初予定していた国産化ではない、と半ば意地になって国産化しようと頑張り、さらに国産パワーパックを開発する企業と、ズブズブな議員たちは、あらゆる手段を使って輸入派を妨害した。輸入パワーパックでもテストが必要だ。だから戦力化を早めることはできない、とか、輸入の法的手続きがまだだ、とか、イチャモンをつけた。それに対して輸入派も全く退かず、国産パワーパックの開発が泥沼化したせいで、暗礁に乗り上げてしまった状態の中、着地点の見えない、マジレスの応酬が延々と続くこととなった。ドイツ製パワーパックを装備した K2 が、何の問題もなく実戦配備されていくにもかかわらず、出来もしないことを無理にやろうとしたことで、国産パワーパックをめぐる混迷の度合いが増していく。
ドイツ MTU 製と同等の出力が出せないので、全身5段更新3段のエンジンを、全身6段更新3段に無理やり変えた結果、変速機が突如自壊する問題が多発。驚くべきことにこの国産パワーパック、審査を通過できない性能なのに、無理して採用してしまったんだ。無理した理由って見栄とか、プライドよね。ああ、全く非合理というほかない。それでも国産パワーパックは突貫工事の改良を重ねて、韓国合同参謀本部の審査を受けたんだが、何度やっても軍が要求した8秒で静止状態から、時速32キロまで到達、をクリアできなかった。半ばやけくそになったのか、韓国合同参謀本部は途中で要求を、8秒から9秒に変更して合格扱いにするという、極めて斜め上な解決法で着地してみせた。何のための審査？何のための試験？しかし審査をクリア後も問題は解決せずに増え続け、最終的には変速機33件、エンジン39件。運用試験評価では、91件という大量の欠陥が露呈した。その中には最初から変速すら行えなかったり、一段ギアで発進することさえ不可能という問題外のものが多々あったようだ。そして極めつけとして、国産パワーパックの開発を担当した会社が、K2 用の開発費を不正流用して、パワーショベル開発に転用した疑惑が露呈している。そんなことを繰り返しているうちに、気がつけば開発の始まった1995年から、20年以上の歳月が経ってしまっていた。随分遠くまで来たのね。だが、大出力エンジンのパワーを駆動形へと伝える変速機は難航を重ね、韓国防衛事業庁の試験記録には、落第の文字だけが延々と刻まれ続けた。一体どれだけ無茶なことをさせたのかしら？走行距離が 9600km に達するまで、欠陥があってはならない。この耐久試験中に欠陥が発生した場合、最初から試験をやり直さなければならない。そんなの、さっきみたいに条件を変えないと、誰もクリアできないし。無限ループばかりが繰り返されるだけじゃないの。ドイツ製のパワーパックのように韓国以外の国が作ったものならやすやすとクリア可能だろうが、韓国の技術レベルを考えると、これは国と呼ぶしかない。その結果、2017年とうとう値を上げた変速機の開発メーカー S&T 重工業は試験方法が無理難題すぎると激怒し、韓国防衛事業庁に法廷闘争を挑む事態になった。もう頑張んなさいねって感じ。 K2 の開発もここまでこじれたんじゃ、終わりでしょ。K2 戦車の失敗はこれまでと同様、いかに韓国の技術力が不足しているか、世界から見て遅れているかを露呈するだけの結末を迎えそうだ。あら、何やってるのマリサ。それは、紙飛行機。ああ、たまには昔の遊びをしようと思ってな。ところが、全く飛ばずに、すぐに墜落しちゃうんだ。すぐに墜落するって、まるで韓国産の飛行機じゃない？韓国産は他国の飛行機でも、一切のためらいなく事故るからな。特に、C-123 で起こした事故は、今でも語り継がれるレジェンド級のしくじりだぜ。レジェンドって？韓国産はいつも神話レベルで、しくじりまくってるじゃない？では今回はその事件について、解説してみるぜ。よろしくお願いします。今回紹介するのは C-123 プロバイダー。これは第二次世界大戦後に作られた軍用輸送機で、太い胴体に高翼式主翼、主輪を収納するための張り出し、スロープも兼ねる後部大型カーゴベイドアっていう風に、その後の軍用輸送機の基本となるスタイルを初めて取り入れた機体なんだ。輸送機って聞いたらこんな感じのやつをイメージするわ。アメリカ映画とかで見たことあるかも。1997年に公開された、コン・エアーに出てきたことがあるぜ。ニコラス・ケイジが主演のアクション映画だけど、見たことないか？あるわよ。ジョン・マルコブイッチが悪役で出てたわよね。だから見覚えがあったのかしら。C-123 はもともと、アメリカ空軍向けの強襲用グライダー、XCG-20 として、アメリカの航空機メーカー、チェイス・エアクラフト社によって設計されたんだ。1950年代初頭には、XCG-20 を元にして、
搭載エンジンが異なる XC-123 と XC-123A の2種類のモーターグライダーが開発された。差し詰め、XCG-200 の子供って感じね。例えるならそんな感じだな。XC-123A は J47 ターボジェットエンジンをアメリカのボーイング社が作った。大型戦略爆撃機 B-47 と同様の連装式ポットに収容したものになったんだ。これはアメリカ空軍初のジェット輸送機となったが、生産するには高価すぎることが明らかになったから。最終的に試作機の域を出ずに、生産は1機のみに止まったぜ。あら、残念だわ。もう一つの XC-123 はどうなったの？こっちはうまくいったんだな。XC-123 は、従来の C-46 や C-82 と、同様のレシプロエンジンである。プラット&ホイットニー R2800 を採用したんだ。そうして XC-123 は、空軍に対して優れた印象を与えることに成功し、新たに5機の量産前生産、増加試作、機が C-123B として発注されたぜ。よかったわ。この調子でどんどん増えていくのかしら。その通りだ。この頃から、経営資本の異常に伴って、アメリカの実業家、シャーマン、フェアチャイルドが創立した航空機メーカー。フェアチャイルド社が製造を行うようになって、1953年10月に、同社を主契約者として、293機の C-123B の生産が発注されたんだ。フェアチャイルド社は当時、C-119 フライングボックスカー輸送機を生産していたけど、これは収容人数においては、C-123B とほぼ同等の能力を持っていたんだぜ。収容人数だけとはいえ、同じスペックを持つ輸送機を作れる会社なのね。だったら、その技術力は信用できそうだわ。そうだな、お隣さんと違って、実力も実績も信頼もある、いい会社だな。で、この契約に基づいて生産された C-123B は、1955年から収益を開始したんだ。ただ、最初の方は開発があまりうまくいかず、1956年に C-123B を元に発展させた、改良型としては IC-134 が開発されたけど、これは試作機1機が製作されただけで、量産発注は行われなかったぜ。同年に C-136 の開発も発注されたが、実機が製作される前にキャンセルされたぐらいだ。まあ、最初から順風満帆で、問題なしっていう方が珍しいでしょ。それに、アメリカさんならこれくらいの逆境、乗り越えてくれるはずよ。まあ、そこは先進国アメリカさん。もちろん、こうした問題も解決していったんだな。1962年には、アメリカの航空機エンジンメーカー、ゼネラル・エレクトリックが補助推力として開発した。ゼネラル・エレクトリック J85 ターボジェットエンジンを搭載した。C-123系が開発されて、さらに183機の 123B が 123系に改修されたぜ。で、こうした問題を無事に解決していって、今の C-123 があるってわけね。あれ？韓国産の出番なくない？私はてっきり、C-123を韓国産向けに解約したものがあって、それが大事故を起こすと予想してたんだけど。まあ、そういうパターンが多いよな。キムチイーグル F-15系、しかり、カスロック系アスロック、しかり、な。けど、今回はそういう解約品じゃなくて、なんとそのまま C-123 を使ったにもかかわらず、大事故を起こしてるんだ。なん？だと。解約なしでそのまま使ったパターンは、今までにもたびたびあったけど、どうして韓国産だけ盛大に、しくじることができるのかしら。国技だからだろ。それじゃあ、ここからは韓国産が C-123 を使って起こした大惨事について解説していくぜ。一体、何をどうやったのよ。1982年2月5日、陸軍特殊戦司令部第707特殊任務大隊。大隊所属陸軍将兵47人と空軍将兵6人が搭乗した C-123 が、悪天候のために春良山にある谷に墜落したんだ。この事故で、搭乗者53人全員が帰らぬ人となったぜ。いきなり何やってんのよ韓国さん、しかも一気に53人って。かなり派手にやってくれたよな。これは韓国さんでも前代未聞の大惨事だったから、司令部の名誉と自尊心は地に落ちてしまったんだ。さらに司令部と国防部は、
事件そのものを対スパイ作戦訓練で発生した事故として真実を隠蔽してしまうんだぜ。出たわね、韓国さんお得意の隠蔽が。こんな大事故隠し通せるわけないってわからないのかしら。そこまで頭が回らないんだろ、かわいそうだよな。ちなみにこの事件、政権が数回変わった後でも完全な真実が明かされていないから現在進行形で進んでるんだ。最近だと2018年5月27日に MBC の調査番組で今まで知られていなかった内容が明らかになったもんだから、この事件のひどいところが白日の下にさらされたんだぜ。テレビ番組が追及して初めて知らされるって、韓国さんの警察は何してんの？いくらなんでも無能すぎない？警察にも政府の手が入ってるから、もうだいぶ腐ってるんだろうな。他にも、韓国第11、12代目大統領チョンドファンの時期に、軍で行われた各種の事件、事故の中にも、真相を隠蔽していた事例が多数見つかったんだ。ちなみにこのチョンドファン、韓国だと、チョンドファンの地獄の銅像、っていうのが建てられたり、西南大学に設置されていた銅像の首が、ノコギリで切りつけられたりしてるから、韓国国民からめちゃくちゃ嫌われてるんだぜ。まあ、独裁者とか虐殺者、在任中の汚職なんかが原因で、否定的なイメージで見られることが多いから、仕方ないな。なるほど、汚職をしまくってるおじさんなのね。だから、C-123 の墜落みたいな、大事故でも隠そうとするわけだわ。まあ、そういうわけだ。ここからは、この事件をもう少し詳しく見ていくぜ。わかったわ。この時事故を起こした C-123 とその乗組員たちなんだけど、彼らは、チョンドファンが翌日の2月6日に行われる、最終国際空港新滑走路建設の竣工式に出席する予定だったから、その警護のために動員されたんだな。この警護団を鳳凰1号作戦と命名して、大韓民国陸軍707特任員と空軍 C-123 を投入したんだ。けど、出発したソウル空港から到着予定地の最終空港まで、ひどい悪天候に見舞われたんだぜ。ここで行くのを止めるか、行くにしてもおっさん一人で行けばいいのにね。それか、移動手段を変えるとか、やりようは他にいくらでもあったでしょ。自分たちの軍事力を見せつけて、威張り散らすのに忙しいんだろ。激しい雪が続いたソウル空港は、すべての航空機の離陸を止めさせて、もちろん C-123 にも離陸が不可能だって、報告を2回もしたんだな。それにもかかわらず、帰ってくる答えは、離陸する、の一点張りだったんだ。結局、無理な運航の末、C-123 は消失することになったぜ。ああ、せっかく止めてくれようとしたのに、無理するから。どうして韓国さんは、人の言うことを聞かないのかしら。自分が一番偉いと思ってるから、他人の言葉なんて聞きたくないんだろ。翌日の2月6日午後4時頃に、ハルラ山の海抜1060メートル地点で、墜落した機体が発見されたんだな。最初は、地元の警察と救助隊が入って、事故の確認をしたり、写真を撮ったりしたけど、当時の事故現場は、航空機の爆発が原因で死体は愚か、輸送機の残骸すら見る影もなくなってて、悲惨な状態だったんだ。そしてその後、軍が到着して、一気に流れが変わるんだぜ。出たわね、腐れ韓国軍人、帰りなさいよ。そうはいかない、彼らも隠蔽するのが仕事だからな。軍は事件の縮小と隠蔽のために、すべての写真を回収した後、警察官に向かって、この事件に関連することは、一切口にするなって強制したんだ。それでも、人の口にとは立てられない。当時の近隣住民は、事故直後の遺体を麻袋に入れて、運んだりしてる軍の様子を噂してたんだな。そのことを知った MBC が、さらに詳しく調査したところ、なんと軍が航空機の残骸と遺体を、そのまま爆破処理したことが分かったんだ。爆破って、いくらなんでもやることが汚すぎでしょ。ほんと、ありえないよな。現在は、事故地点の観音寺駐車場の隣に、中正公園を造成して、ここに追悼碑を建てたんだ。毎年追悼行事を開いて、この事故で亡くなった人たちのことを偲んでるんだな。韓国さんで生まれたばかりに、こんなことになるなんてね、かわいそうに。ただただ、冥福を祈ります。
事故に巻き込まれた人たちは、悪いことしてないのにこんな仕打ちを受け、恨みたらたらだろうな。あと、この追悼碑だけど、まだ、対スパイ作戦訓練中の事故っていう、嘘のフレーズがついてるんだ。この追悼碑は、当時の特殊戦司令部将兵たちの、給料から強制的に拠出して造成したんだけど、この碑に、当時の司令官が、書いた詩が刻まれてるんだ。君の死により私たちが住んでいる祖国は守られた、って書いてあるぜ。いや、そもそもチョンドファンのおじさんが、C-123 を無理やり飛ばさなかったら、乗組員の人たちは死ななかったんだけどね。あと、別に戦争で死んだわけじゃないから、祖国は守られたも何もないでしょ。脅威が迫ってもないのに守られた、とか言われてもなぁ。強いて言うなら、韓国さん自体が脅威だったとしか言いようがないぜ。で、この事故には後日談がある。事故当時、最終新聞のソジェチョル記者は、事故現場の写真を詳細に撮ったけど、政府によるメディア検閲が入ったせいで、その時に撮った写真を新聞に載せられなかったんだ。写真の大半も軍部に押収されたんだけど、紆余曲折あって、彼が隠してた写真1枚が1989年になってようやく、競合新聞を通して知られることになったぜ。よくやったわね、これで国も隠蔽を認めるしかないでしょ。何言ってんだ、霊夢。そんなもんで韓国さんが動じるわけないだろ。国防部と特戦司令部側は、なおも対スパイ作戦訓練中に死亡したっていう、嘘を貫いたんだぜ。いや、もうさすがに隠しきれないでしょ。なんで韓国さんはまだいけると思ってるの？日本なら、文春砲を撃たれたくらいの衝撃なのに、びくともしないとは、さすが韓国さん。どこまでも汚いぜ。事件後、遺族たちは遺族会を結成して、大統領府と関係機関を相手に陳情書と嘆願書を提出しようとするが、それすらもできなかったから。1989年にチョンドファンをはじめ、周永副国防長官と司令官たち4人を告訴したんだ。頑張れ、遺族の人たち、腐れ政府を倒すのよ。けど、無理なんだなぁ、これが。1992年にソウル地検は、無嫌疑処理したぜ。さらに2007年に遺族会側は、和解した上で真相の調査を要請したけど、検討の過程で失敗に終わったんだ。まさか、裁判所ですら、韓国政府の魔の手に侵されてるっていうの？もう隅から隅まで汚れ切ってるわね。ここまで汚かったら、もう綺麗な部分なんて存在してないだろ。その後も、2013年に KBS 最終放送総局が、この事件を元に放送しようとしたけど、これも政治的な圧力がかかって、取り消しになったぜ。とまあ、C-123 が墜落した事故は異常なんだけど、実はこれ以外にもあるんだ。え、まだ何かやってんの？信じられないかもしれないけど、やってるんだな。なんと、同じ年の6月1日に同じ機種が、チョンゲ山に墜落して、陸、空軍将兵53人が殉職したんだ。大事故じゃない？しかも、また C-123 でやっちゃったの。1982年6月1日午後2時49分、陸軍特殊戦司令部、特典教育団の教官5人と訓練生44人、空軍将兵4人が搭乗した C-123 が飛んでたんだ。けど、ごいきりが原因で、進行方向を見失ったまま飛行したところ、チョンゲ山に墜落。彼らの遺体は、国立ソウル県庁院31、32番墓地に安置されたぜ。原因がこいきりってことは、天候が原因でしょ。前回とほとんど一緒じゃない？あの事故から一体何を学んだっていうのよ。何も学んでないから事故るんだよな。この事故で亡くなった訓練生たちは、3週間の地上訓練を終えて、将兵たちは落下訓練任務のために、C-123 に乗っていたんだ。けど、離陸直後に突然天候が悪化して、方向を見失った挙句に、元の航路から外れた後、キョンギ山の麓にそのまま衝突したぜ。衝突した地点は、キョンギドソンナムシスジュンクク山脈ドンで、衝突点は海抜450から500メートルの間だった。これ、国はどう説明するのよ。同じ原因だったって言ったら、叩かれまくるわよ。もし他の国だったら、デモが起きても不思議じゃないかもな。当時のユンソンミン国防部長官は、国防の責任者として、殉職した将兵の家族と、
国民の皆さんに深く謝罪するって言った後、事後処理に最善を尽くすことを約束して、遺族に心から哀悼の意を伝えたんだ。だが、亡くなった人とか遺族の人たちに対し、補償があったっていう記録はどこにもないんだぜ。この場合、遺族に補償とかするもんじゃないの。これには韓国国民さんもブチ切れでしょ。いや、そうでもなかったんだな、これが。亡くなった人は国立墓地に埋められたもんだから。さっきの墜落事故に比べて、真相究明の声はなかったんだ。そうなんだ。まあ韓国国民さんがいいなら、いいんじゃない。これならもう、いくら人の命が失われようが、全員国立墓地に埋めれば解決しそうだな。以上で今回の解説は終わるぜ。しかし、これからもあの国は、やらかしまくるんだろうな。なんだって、今の大統領はムンちゃんだから。必ず、何かやらかしてくれるわね。やらかさない方がいいんだけどね。それをあの国に期待するのは無理だろう。マリサ、ついにやったわよ。何がやったんだ。ついに私、ガン型をマスターしたのよ。お前何言ってんだ。実際に見せてあげるわ。さあ、踊るわよ。オラ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 。どうかしら。どうかしらって。一発も的に当たってないんだぜ。おかしいわね。韓国産のガン型だからかしら。そりゃあ、当たるわけないんだぜ。韓国産はクソザコエイムで有名だからな。特にカスロックことケアスロックのしくじりっぷりは有名だぜ。カスロック、その呼び名からしてかなりのしくじりストっぽいわね。では今日は、そのことについて解説していくぜ。よろしくお願いします。ケアスロックについて知るために、まずは RUR5 アスロックの解説をするぜ。これはアメリカさんが開発した艦載用対戦ミサイルなんだ。つまり、潜水艦を攻撃するためのミサイルってことね。そういうことだな。アメリカ海軍は、初のスキャニングソナーとして QHB を開発して、1948年から艦隊配備に入ると同時に、この発展系 ANSQS4 を開発していたんだ。1950年の時点で、ANSQS4 は QHB の倍にもなる、優秀な探知性能を備える見込みになっていたぜ。たった2年でそこまで進化させたんだ。アメリカさんの技術ってすごいわね。さすがは先進国だよな。どっかの自称先進国のお隣さんとは違うぜ。当時、新世代の対戦兵器として、324mm 対戦ロケット砲の開発が進められていたんだけど、ANSQS4 の探知能力さえあれば、これをはるかに上回る長射程の兵器でも運用可能だと考えられたんだ。こんな感じで長距離での探知、攻撃ができれば、水中高速潜水艦や長射程兵器を備えた潜水艦に対しても戦えるはずだと期待されてたんだな。そうか、当時は射程距離の長い兵器で一方的に攻撃できたのね。けど、こうしたソナーがあれば攻撃されるリスクを減らせるし、逆にこっちが攻撃できるわ。すごい発明だぜ。この期待に応えるために、まずは1953年の提案に基づいて、射程1500から5000ヤード、1400から4600メートルの対戦ミサイルとして、RAT が開発されたんだ。長射程での対戦兵器では、発射してから着弾するまでに目標が移動して見失う恐れがあったから、弾頭は単なる爆雷じゃなくて、誘導魚雷が使用されたぜ。標準的な38口径 12.7 センチ連装砲にアームを装着して運用するか、そうじゃなかったら、50口径 7.6 センチ連装砲と換装するための、簡単な連装発射機で運用することになってたんだな。いいわね、順調よ。とまあ、ここまでは順調だった。RATA、RATB と次々に開発されたんだけど、飛翔精度不良なんかの深刻な技術的問題に直面して、1957年に開発中止になったんだ。一方で、1955年からは核爆雷を弾頭とする RATC の開発が進められていたんだけど、この開発はある程度の成果を上げていたぜ。一旦は壁に当たっちゃったけど、うまく解決できそうね。まあ、うまくいったんだな、これが。このことから、アメリカ海軍は RATC で得られた成果を基本として新技術を考えて、核爆雷の他に単魚雷を弾頭とする対戦ミサイルの開発に取り掛かったんだ。
RAT では、ANSQS-4 の探知距離とマッチする射程だったんだけど、さらに長距離探知が可能な ANSQS-23 の実用化を受けて、射程距離を伸ばすことに挑戦したぜ。これによって開発されたのがアースロックなんだな。アメリカさんの努力の賜物だわ。よく頑張ったわね。こうしてアスロックが作られたんだけど、次は性能についてだ。アスロックの弾体はマーク44単魚雷、あるいはマーク17核爆雷が弾頭になっていて、後ろの方は飛翔用のマーク12ロケットモーターを取り付けた構造になってるんだな。単魚雷としては後にマーク46も採用したんだけど、それ以外だと日本では国産の73式魚雷も使用されたぜ。まあ、その一方でマーク17核爆雷はアメリカ海軍のみで採用されて、1989年9月に運用を停止したんだけどな。日本のものも使ってたんだ。なんか意外ね。こういう時は大体イギリス産とかドイツ産とかが出てくるから、ちょっと予想外だぜ。実用化当初のアスロックは、軍用ソナーの ANSQS-23 単身儀とマーク 111.114 水中攻撃式装置、マーク 16GMLS とアスロックミサイルで武器システムを構成していたんだ。艦隊防空システムのテリアミサイルシステムを持つマーク 10GMLS や、中距離艦対空ミサイルシステムのスターターシステムを持つマーク 26GMLS でも運用されてるぜ。いろんなところで活躍してるのね。どんな風に使われてるの？そうだなぁ。例えば、マーク 16GMLS から発射される場合だけど、ランチャー全体が発射方位に旋回して、発射に使われる発射塔の組が一定仰角45度に起き上がるんだ。そこからミサイルが発射されて、ミサイルは誘導されることなく放物線を描いて弾道飛行するぜ。へぇ、よくできてるわねー。これだけじゃないんだな。飛翔距離は事前に入力されていて、その距離を飛ぶとロケットモーターが外れてパラシュートが開くんだ。すると、魚雷が減速して水面に着水するんだけど、その時の衝撃でパラシュートが外れるぜ。その後、魚雷は設定深度まで沈んでいくと、操作パターンに従って目標捕捉運動に入るんだ。すっご。お手軽操作で簡単に敵まで向かっていくわけね。とまあ、アスロックはこんな感じなんだけど、1980年代に入るとマーク 41VLS に対応した派生型として RUM-139VLA が開発、配備されるんだな。これもアメリカ産の対戦ミサイルなんだけど、既存のアスロックを元に垂直発射に対応した改良型になってるんだぜ。アスロックがレベルアップしたってわけ？まあな。基本的には、アスロックを元に水力変更機構を備えることに加えて、機体の外部に設置される固体燃料ロケットを追加した設計になってるぜ。これによって垂直発射に対応できるようになったし、同時に新型ソナーの ANSQS-53 単身儀の直接探知範囲に、マッチした射程まで伸ばすことができたんだ。おお、素晴らしい成長を遂げてるわ。これだけじゃない。原型のアスロックが放物線を描いて弾道飛行する無誘導ロケットだったのに対して、この VLA では管制後方装置 INS を装備してあるんだ。管制後方装置？管制後方装置っていうのは、潜水艦や航空機、ミサイルなんかに搭載されていて、外部からの電波による支援を必要とせずに、搭載するセンサーだけで自分の位置や速度がわかる装置だぜ。電波を使わないから、天候とか電波妨害なんかの影響を受けないっていう長所があるけど、その反面、長い距離を移動すると誤差が累積されていってだんだん大きくなるっていう欠点があるな。それを補うために、GPS とか距離測定装置、超短波全方向式無線標識を用いた補正を追加して使用するんだ。なるほど。電波を使わないとそういうメリットがあるんだ。デメリットも補える方法があるなら、なんとか使えそうね。うまく欠点をカバーして、優秀な兵器になってるぜ。この管制後方装置のおかげで、オートパイロットが導入されたくらいなんだ。さらに、飛翔精度向上のために、飛翔高度はできるだけ低く取られているのもポイントで。VLA からの発射後、まず仰角40度、次に29度に調整したりする工夫が取られてるぜ。射程がロケットモーターの切り離しのタイミングで決定するのは、アスロックと同じだな。そんな調整までしてあるの、とことん性能を切り詰めていくわね。まあ、
これこそアメリカさんが軍事大国と言われる理由なんだろ。弾頭は RUM-139A だと向け、46モド、護衛艦魚雷になっていて、1996年にマーク、46モド、護衛 SW、艦魚雷を搭載する RUM-139B に置き換えられたぜ。その後、弾頭をマーク、54に更新した RUM-139C が開発されて、2004年から生産に入って、2010年に実戦配備に必要な最低限の能力を獲得してるんだ。なるほど、これがアメリカ産の作ったアスロックってわけね。で、韓国産の作った K アスロックとかいう代物はどんなものなの？あることないこと言ったり、目標に全然当たらなかったり、クソ高かったり。韓国産はなんでこんなの作ったんだろうな。かなり呆れてるわね。一体どんなしくじりっぷりを見せてくれるのかしら。よろしくお願いします。K アスロックは国防科学研究所 ADD が2004年に開発した、韓国産の対戦ミサイルのことなんだぜ。韓国では本産を、つまり赤いサメという意味で呼ばれてて、日本ではカスロックと言われてるぜ。赤いサメねえ。いかにも名前負けしてそうな感じがするわ。韓国産的には、敵兵の返り血で赤く染まったサメ、みたいな感じなんだろうけどな。で、これなんだけど、アメリカ産の RUM-139VLA とか、日本の丸7式垂直発射魚雷投射ロケットに続いて開発されたんだけど、実戦配備については、アスロックに次いで、丸7式より早かったから、韓国産は世界で2番目に開発された垂直発射型の対戦ミサイルだと豪語してるぜ。実戦配備は2番目かもしないけど、開発されたのは3番目以下でしょ。何言ってんの？ついに数も数えられなくなったのかと思うよな。さらに、性能は世界最高で。K アスロックは海軍艦艇の甲板の下に搭載された垂直発射台から発射されて、敵潜水艦がある海上に向かってすぐに方向を変えられるから、作戦に非常に効果的だと断言してるんだ。性能が世界最高。しくじりの性能かな。まあ、性能についてはこれから説明するぜ。通常の魚雷は水中を移動するから、敵潜水艦に到達するまで時間がかかるし、そのせいで魚雷音を事前に探知される恐れがあったんだな。そこで、対戦ミサイルでは敵潜水艦近くの、海域まで誘導弾で魚雷を飛翔させて、その欠点を補ってるわけだ。この辺はアスロックと一緒ね、どこがどう違うのかしら。まあ、違いというか、優れている点はあるぞ。K アスロックは発射されると、飛距離を調節するために、空中で燃焼中のロケットエンジンを強制的に切り離すんだ。敵潜水艦近くの海域まで到達すると、落下傘を開くことで減速して着水するんだけど、この時に落下傘を切り離してスクリューが稼働すると、魚雷として敵潜水艦を攻撃するんだな。これもカスロックと一緒だわ。まさか、K アスロックって、韓国産がアメリカ産のものをパクっただけなんじゃ。ここからだ、ここから。こうすることで、目標付近でしか使えなかった魚雷と比べて射程距離が大幅に伸びて、さらに目標の回避時間を削ることで命中精度も改善したぜ。特に、空中射程は30キロ以上と、アメリカ産の VLA の17キロを大きく上回っているんだ。ちなみに、弾頭にはアオサメこと K745LW 単魚雷が使用されてるんだな。韓国産の兵器がアメリカ産を上回った。そんなことがありえるの。明日は空からキムチが降るかもしれないぜ。2009年6月22日に国防科学研究所が開発成功を発表したんだ。開発着手から9年、1000億ウォン、約96億円の開発費が投じられたぜ。この時点で、すでに10回以上は艦艇からの発射飛行実験が行われていて、国防科学研究所は、威力と優秀さは立証済みと言い切ったんだ。自信満々ね。まさか、ついに韓国産の兵器が日の目を見る時が来たのかしら。まあ、いつも自信だけはあるんだけどな。2010年から実戦配備されて、2012年までに約60、70機が実戦配備される予定だったんだ。あと、韓国海軍だと、アメリカ海軍で駆逐艦の FRAMI の改修をして、アスロックの運用能力を追加したギアリング級駆逐艦を導入していたんだけど、実際にはアスロックの運用はしていなかったぜ。こうした経緯があるから、
韓国産にとってはこれが初の対戦ミサイル装備になって、外洋での対戦戦能力が重視されるようになった象徴的な事例だと言われてるんだな。ここまで聞くとただの優秀な兵器。だけど、今回取り上げられたということはつまり、しくじりがあるということ?もちろんだ。まず、2012年7月25日、戦力化して最初に行われた試験発射において失敗したぜ。本来なら 20km 離れた水深 60m の目標を破壊する予定だったんだけど、発射から80秒ほどで 10km 飛行して、パラシュートを開いて着水しても、魚雷が推進しなかったもんだから、目標よりもはるか手前で流出したんだ。あと、2012から2013年にかけての試射においても、12発のうち8発しか命中しなかったせいで戦闘用適合基準を満たせずに、さらなる改善が求められたぜ。水中で進まない魚雷って、それもただの爆弾じゃない？しかも、12発中8発しか当たらないって、そりゃカスロックって言われるわ。命中率75って言ったところだな。まあ、韓国産にしては頑張った。かな。ちなみに、1発あたりの値段は約20億ウォン、約1億9000万円、するんだ。盛大に無駄遣いしたな。そんなするの？これだけの費用をかけて75の命中率じゃ、国民が泣くわよ。25% は当たってない、つまり無意味ってことだもんな。いざって時に大事な国民を守れるのか、不安だぜ。続いて2013年7月。この時に東海上の海軍艦艇からケアスロックの演習弾2発と実弾2発の試射を行ったんだけど、その結果、9月11日の最終試験で実弾1発が標的を撃破できなかったんだ。4発全てが命中した場合は、ケアスロックの量産が再開される可能性が高かったんだけど、実弾の試射が失敗したせいで、追加の検討作業をしてから量産再開の可否を判断する羽目になったぜ。ケアスロック、いいやつだったわね。無茶しやがって。永遠に眠りなさい。おい、勝手にケアスロックの生産を終わらせるな。2014年5月に韓国防衛事業庁は、改良の結果、量産を再開すると発表してるぜ。よかったな、ケアスロック。よかないわよ。こんな当たるか当たらないかわかんない魚雷、韓国産は不安じゃないの。そこはほら、韓国産は安全意識が欠如してるから、大した問題にならないんだろ。むしろ、アメリカ産が、とか、ドイツ産が、とか言って、周りに噛みつかないだけでもよかったろ。まあ、その点に関してはよかったわね。それ以上に性能は残念で、自分の存在意義すら見失うしくじりっぷりだったけど。というわけで今回の解説は終わるぜ。今回の動画はこれで終わりです。もしこの動画を気に入ってくれたのなら、高評価、チャンネル登録をして応援してくれたら嬉しいです。ここまでのご視聴、ありがとうございました。